パルちゃんこの間の黄色い顔してた、わかります？あなたのハートにペネトレイト。どうもリベロです。今日もリベロチャンネルご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日2023年4月12日水曜日、明治安田生命 J2 リーグ第9節清水エスパルス対ベガルタ仙台の試合でございます。ここ最近の動画を見ていただいている方はお分かりだとは思うんですけども、マスクのルールが変わってから基本的に外させていただいてたんですけども、ですね、ここ最近連戦じゃないですか。サポーターも過密日程ということで、喉の調子がなかなかね戻らなくて、本調子になので、今日もともとゴール裏を取ってたんですけども、 A 指定席を取り直しまして、そこで見たいと思います。でなのでちょっとね、喉に潤いというか湿度を与えるためにもマスク着用でお送りしたいと思います。で今日はもう東京で仕事が終わって新幹線で急いで来て、もうあと1時間ぐらいで試合も始まりますので、そんなね今日取れ高がないかもしれないんですけども、ご覧いただけたらと思います。まあ今日喉を休めるという意味合いも含めてこっからほぼ喋りません。まあね、他の応援の音とかは聞こえてくると思うんで、そちらをメインでお楽しみください。リベロの声は聞こえません。ではリベロチャンネル。
ハーフタイム。リベロチャンネル。ハルちゃんと名刺交換できると思ってちゃんと今日ちゃんとこう。チアゴサンタナって書いてありますけど。いいね。ハルちゃんこの間の黄色い顔してた。わかります？すごい嬉しい。認識。あらもうまたあのパルチャンデーでやってくるんで。またあったら一緒に撮ってください。あ、これが発生する。大丈夫ですよ、もうね人気 YouTuber だから持ってます。いや大丈夫ね、もう1000円ぐらいでお願いします。あ、もっと、あ、桁が足りないと。その前にあのね勝たないと山口行ってくるから勝たせてきますんで、全然勝ち点3静岡に届けますんで、またお願いします。ありがとうございます。お疲れ様でした。もうちょいだったんですけどね、2、3点で決め
切れなかったところがあったんで、本当それさえ決まってればって感じだったんですけど、やっぱあそこを決められないと J1 には上がれないってことですかね。まあ仙台さんも、ね、長年 J1 でやってきて手強い相手だったと思うんですけども、もうちょっと失点するまでは完璧だったと思うんですけど、でも同じような形でね、なんか数的不利を作られてっていうシーンがあったんで、なかなかその守備の部分でもうちょっと整理しないといけないのかなってね、もちろん点数決めるべきところを決めないといけないっていうのもあるんですけど、ただ本当ここ最近のエスパルスの中で一番なんかワクワクしてます、私は。まあね、これがどのチームにもできたらいいんですけど、なかなかね、でこの間のヴェルディさんとか今日のベガルタさんみたいに前から来てくれるチームはいいんですけど、なかなか後ろでブロックを作られちゃうと、次の山口どうなのかな。そう、山口行ってきます、勝たせてきますよ。今日取れなかった勝ち点3を取ってきます。さっきパルちゃんとも約束したんで、パルちゃんデーにまた黄色い顔をしてパルちゃんに勝ち点3を届けたいと思います。おかげさまで今日声も温存できましたんで、これからまた東京から車で来てる方に送っていただきます。本当にいつもありがとうございます。お世話になります。本当に皆さんの支えがあってリベロチャンネル運営できております。この間言うの忘れちゃったんですけど、先日チャンネル登録者数5000名を達成しまして、もう200人ぐらいかな、で6000人に行きます。ただ本当にいつも言ってるんですけど、僕の力なんて 1% にも満たないぐらいのものなんで、本当に皆さんの応援あってこそなので、本当にいつもありがとうございます。僕はただただエスパルスが好きで、それを応援して、それを動画に収めてる、それを見ていただいてるだけなので、僕の力は本当に何もないんですけども、これからも僕はいいんです、僕なんかいいんです。エスパルスを応援しましょう。皆さんエスパルスを応援してください。今日も6000人しか入りませんでした。まあ、平日のナイターとはいえです、もっと盛り上げていきましょう。で今日みたいなワクワクしたサッカーをして、さらに立てるようになってくればね、もっと魅力あるチームになれると思うんで、みんなで盛り上げていきましょう。あとね、最後に言わせてください。最後にね、西澤選手のネームタオルを掲げてたら、多分僕の方気づいてくれました。一応ね、以前お会いしたことがあるので認識してくださってると思います。僕の方を見て会釈してくださいました。西澤選手、これからも応援してますので、チームを勝たせるプレー、そしてゴールを期待しております。それでは、寒いので皆さんも今日ね、だいぶ寒くて、結構厚着してらっしゃる方もいました。風邪などひかないように、帰ってしっかり温まって、また次の試合に備えましょう。では、これで以上になります。最後までご覧いただいて誠にありがとうございました。この動画もしちょっとでもいいなと思ってくださったら、高評価ボタンとチャンネル登録ポチッと。知り合いがいましたポチッとよろしくお願いします。タサポさんも大歓迎です。ベガルタ仙台サポーターの皆さんも、もしご覧になってよろしければお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。リベロチャンネル、リベロがお送りいたしました。バイバイ、東京に帰ります。